スノータイムチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はランドロック撤収のエクステリア編です。ランドロック本体を撤収する前の注意点が一つあります。それは設営の時にビルディングテープを外していた場合には必ず再装着させてから撤収することです。ランドロックの撤収手順は設営した時と逆の手順です。はじめに全てのファスナーが閉まっているかを確認します。次にベンチレーターが閉まっているかも必ず確認するようにしましょう。反対側も忘れずにベンチレーターを閉めます。次にポールに装着したフックやテープ類を外していきます。ランドロックの前面と後ろ側の四隅のペグを抜いていきます。四隅のペグを抜くことができたらシールドルーフを外していきます。この時に残った黒いプラスチックフックを外していくと効率的です。反対側も外していきますが、風に飛ばされないように注意しましょう。ここからはシールドルーフの畳み方を紹介します。今シールドルーフは図のように広がっている状態です。図の点線の位置のように縦半分に折ります。そうすると図のような形になります。両端を折りたたんで長方形になるようにします。両端を折りたたむ時の目安は点線の位置に縫い目があるので、そこに合わせて折るようにします。両端を内側に折り込むことで長方形になります。長方形にすることができたら両端から真ん中に向かって折りたたみます。両端から真ん中に向かって折りたたむことで図のようにほぼ正方形のような形になります。次に両端を重ねるように半分に折ります。そうするとまた長方形になります。そこからさらにまた半分に折ります。次に先ほどと同様に両端から真ん中に向かって折り込みます。そしてさらに半分に折ります。最後にもう一度縦半分に折りたたむことで収納袋に入る大きさになります。シールドルーフを収納袋にしまうことができたらシールドルーフの畳み方はこれで終わりです。次にランドロックのフレームを片していく手順をご紹介します。フレームを外していく順番は設営する時の逆です。はじめに C フレームのペグを抜きます。ランドロックのフライシートのピンにはロック機構があるため、ピンからフレームを外す時にはロープを踏みながらフレームを引っ張ることで簡単に外すことができます。フライシートとフレームを外す時には反対側に人や物がないかを確認して外すようにしましょう。フライシートのスリーブからフレームを外す時には引かずに押します。引いてしまうとスリーブの中でフレームの接続が外れてしまうことがあるからです。この時もフライシートのピンとフレームを外す時と同様に反対側に人や物がないことを確認して行いましょう。これまで届かなかったプラスチックフックを外します。後ろ側も同じようにペグを抜くこと、フライシートとフレームを外すこと、プラスチックフックを外すことを行っていきます。前後の C フレームを外し終えたらセンターフレームを外します。この時にセンターフレームをスリーブから抜く方法もありますが、私はいつも抜かずに次の操作を行います。次に A フレームのペグを抜きます。後ろ側の A フレームのペグも抜きます。すべての A フレームのペグを抜き終えたらピンと A フレームを外します。この時全体が倒れてくるので注意してください。特に A フレームリッジポールに負担がかかるので折れないようにゆっくりと作業してください。センターフレームをスリーブから外します。この時も手前に引かずに押すようにして外していきます。 A フレームと A フレームリッジポールの接続を外します。この接続部はロックされているので A フレームを外してあげるとロックが解除されて抜くことができます。 A フレームリッジポールをスリーブから外します。ここからはランドロックのフライシートの畳み方を紹介していきます。はじめにリッジポールを通すスリーブを持ってフライシートをかまぼこ状に半分に折ります。スリーブを持ったまま後ろ側に下がるときれいに半分に畳むことができます。絵でいうとこの図のようになるようにしていきます。当たり前ですが、シワを伸ばしながら畳むときれいに収納することができます。ここから動画と画像が違いますが、どちらでもきれいに収納することができるので参考にしてください。赤い点線の位置で両端から真ん中に向かって畳んでいきます。ビルディングテープやロックピンがついている部分を重ねながら畳んであげるときれいにシワを伸ばすことができます。フライシート全体の真ん中に向かって端から折ります。反対側も左右対称になるように同じように畳んでいきます。ここまででフライシートは図のような状態になっています。左右のフライシートを重ねるように半分に折ります。左右のフライシートを重ねるようにさらに半分に折ります。ここまで畳んだことで収納袋に収まる幅になっているので、天井側から丸めていきます。今回は丸めていますが、丸めずに少しずつ折りたたむ方法もあります。ビルディングテープは最後にまとめてフライシートの内側に入れ込みます。ここはある程度ぐちゃぐちゃでも大丈夫です。フライシートに入り込んだ空気を逃がします。黄色のテープをフライシートの幅に広げてフライシートをその上に置いて固定します。バックルを留めたらテープにテンションをかけて固定します。下を押しながら上を引っ張ると強く固定することができます。最後に収納袋にしまいます。先に畳んでおいたインナーテントやシールドルーフも収納袋にしまいます。インナーテントの畳み方はもう一本の動画をご覧ください。空気で膨らんでいるので体重をかけて空気を抜きます。収納袋にもバックルがついているのでバックルを止めてテンションをかけていきます。ポールは真ん中から端に向かって外して撤収します。この動画では割愛しています。これでランドロックの撤収は完了です。